はい、動画してますよということで、長野一の権堂、これが権堂という町ですね。権堂繁華街、4車線道路、これ田町権堂、こっち田町方面ですね、権堂というところにやってきました。こちらの方がね、今日これから初詣に行く善光寺さんということで、男同士の初詣2015年頑張っていきたいと思います。で、今日の坂口さんは今、こんなことをしています。テールランプがね、彼は消えたみたいで変えたんですけども、決して車を引っ張ってるわけじゃないラッチができないと、よくありますよね、底辺性ね、何でしたっけ、レールヒーターを入れたけどラッチができない、スコッチを抜いたけどね、3500閉まらない、そしてここは某ね電鉄会社の駐車場と2015年こういう形になるんでしょうかよくわからないですけど、では今日も早速、行っていきたいと思います。2015年空回りでスタートしました。ご飯ということで、韓国料理のマキアートお店に行きたいと思います。すぐ来て、こちらがマキア、はいはいはい、ちょっとこちら映してください。今日は1月13日と、はい、今書いてある通りということですね。やはり2015年空回りしてるんですまあ大丈夫やね。ということでね、ここ権堂ね、ちょっと懐かしいですよな。これどこ行きますか。見てるとこね、行きましょうか、ね、はい、ね、本当にこの権堂ね、この何でしたっけ、すごいっすよね。そうですか、変わりますよね。私まだ4年目、5年目ですけど、本当に変わってきましたね。秋葉神社でしたっけ、秋葉神社ね、ここね、初詣でも何回か来ましたよ私ね。今日は人の流れがありますね。はいはい、ここアベレコード、昔からあ、節分祭、今年は誰が来るのかな、ね、有名人来ますよね。どんなんですか。おお、豆まき、どこにあるのその韓国料理。美味しい。え、こんなん前からあった？あ、じゃあ海苔巻きにする俺。キンパ。キンパもあるし。あ、じゃあここに行きまーす、はい。はい。よろしくお願いします。なんか目が誰かに似てますよねこれ。そうです、ね、で誰とは言いませんけれど、でこれ君似てますよね。あ、私ですか。こっち君。そうですね。ね、狸よく似てると言われたこと。あ、なるほどね。まあ、無事な道路。詳しくはまたこちらの方に来ていただいてね。はい。今日は穏やか。そうですね。チャラーラーチャラーラーチャラーラーラー、1月の晴れた日、ここは長野県山梨市の善光寺、人を決める声です。今日も人がいっぱいいますね。正面に見えるのが本堂かな、画商、お正月っていう気分ですよね。この通り多くの人もね、いっぱいいるんだな。カップルとかね、いいな。こういうお店もね、やっぱり一覧とかがね、いつもあったんでね、門前の中店の雰囲気がありますよね。
クションを語ってたね。お疲れ様です。あ、これ右の子ちょっとタイプ、これ右の子いいね。いいですです。松本。